どうも皆さん、こんにちは。鈴木でございます。今回、ちょっと最初の10分間の前座セミナーの方で、私の方で簡単に、フロリダ州、なぜ人口と経済が伸びているのかということですね。お話をします。結論から言えば3つあるんですね。気候が良い、そして、生活費が安い、そして政治的にも激戦州という、そういう3つの要因があって、フロリダは構造的に、人が増えて、これからも、伸び続けるという、状況があるということですね。はい。でですね、昨日、私、沖縄行ってまして、おととい、昨日と、はい、行ってたんですけれども、東京に帰ってきて、やっぱりちょっと北風が冷たいなと思って、感じてます。沖縄は昨日までいましたけれども、本当に朝から、半袖で、まあ、ちょっと寒くても、長袖のシャツで十分ですね。朝20度、昼間24度ぐらいですごい快適でしたと。で、今、フロリダの、マイアミとかケープコーラルあたりでも、基本的に沖縄と同じ緯度なので、同じ気候なのでですね、はい、同じような、温度だと思います。で、基本的に今、アメリカも日本も、高齢化社会が、進んでいますので、その高齢化社会の中で、この緯度にある、こういう気候帯にあるということは、非常にですね、不動産価値の意味で、大きなプラスに、なると、感じておりますと。はい。で、まあ、日本では、まあ、沖縄ですね、いろいろ現地では、アクティブシニアと言われる、まあ、大体50代、60代ぐらいで、財産それなりにあって、今、大都市に住んでいて、で、まあ、地方暮らしをしてみたい。まあ、それでもまあ、自分の医療環境とか都市環境とか、それなりにまあ、揃ったところで暮らしたいっていう方の移住需要がありまして、まあ、それを取るべく沖縄各地、特に海近く、空港近くでですね、アクティブシニア向けの宅地分譲が行われておりますと。はい。で、日本の場合、やっぱり東京、大阪みたいな大都市圏から、行き先としては沖縄、まあ、北海道、その辺ですかね。あと、まあ、地方都市、その辺が、主に、移住先になりますと。まあ、そういう移住のブームもあるし、沖縄というのは、まあ、出生率も高いということもありまして、ここ10年間の人口増加率はですね、東京に次いで全国2位ということになっております。で、アメリカの場合はですね、非常に事情は似てるんですけれども、まあ、大都市、特に東海岸のニューヨークとかシカゴ、ボストンあたりは、やっぱ寒いんですよね、冬ね。で、冬寒いと、雪とかが降るとですね、結構年取ってくると体に応えますと、やっぱりあったかいところの方がですね、体に楽ということもあるし、はい、そういうこともあってですね、彼らスノーバーズって言われる、要するに、雪の降る地方からあったかい地方に移動する、まあ、シニアみたいな、そんなイメージなんですが、はい、ものすごい人数が、フロリダ州に移住してますと。いうことですね。この直近10年の人口増加率もフロリダ州はもう全米トップ3に入っているという状況です。で、アメリカはですね、人口移動パターンが大きく分けて2つあります。1つは、まあ、寒い北の地域から暖かい南の地域への移動するというところですね。で、もう1つは、生活費の高い大都市から生活費の安い地方都市、特に住宅価格が安いところ、そこに移動するという、動きもあって、で、フロリダは暖かくて、かつ、生活費も安い、家もまだまだ安いというところで、要するにアメリカ中から人間が移動してくる、その受け皿になっているということですね。で、実際、アメリカの全米50州ある中で、フロリダ州は人口はニューヨーク州を2017年ぐらいに抜きまして、もうどんどん引き離してます。人口増加率もテキサスに次いで、もう本当に15%ぐらい、1年で1.5%増えるというですね、はい、そういう状況が続いているということですね。で、あともう一つ、政治状況がフロリダの、特に不動産価値という意味で、結構プラスに働いている面もある。これは日本であんまり知られてないので、ご紹介しますとですね、アメリカってまあ皆さんご存知の通り、民主党と共和党というまあ二大政党制で建国以来ずっとやってきましたと。で、今、近年で言うとですね、やっぱり民主党支持者は大都市に多い。はい。で、共和党支持者はまあ地方とか郊外とか、
そういうところに、まあ、支持者が多いという、まあ、そういう、まあ、傾向がある中で、フロリダ州というのは共和党民主党が勢力がほぼ拮抗している州の一つなんですね。そういうところをですね、激戦州って言いますね。マージンステートだったかな。はい。その激戦州っていうところは、結構、民主党が勝っても共和党が勝っても、どちらも、これらの州で勝たないと、天下取れませんのでですね、やっぱり公共投資の面でかなり優遇するという、事情があります。で今、アメリカ50州のある中で激戦州と言われるのは約10州あって、有権者人口は7000万人以上いて、人口増加率が一番高いという、はい、そういう状況になってます。で、まあ、激戦州の中でもですね、2種類ありますね。北東部のですね、ミシガンとかウィスコンシンとかペンシルバニアとか、その辺は、まあ、ラストベルト型激戦州って言われて、もともと工業都市だった、それがちょっと没落をしてですね、はい、もともと民主党地盤だったところに、共和党の支持っていうのがだんだん増えてきて激戦州化してるっていう、そういうラストベルト5州っていうところ、ここは人口は増えてないです。で、南の方に行くとサンベルト5州というのがあって、フロリダもその一つなんですけど、そこは人口増えまくっているという状況があるんですね。でなぜ増えるのかというとですね、これらってアメリカの南の方にあります。アメリカって150年前に南北戦争が起こって、南の方は戦争に負けました。でそれから長らく田舎の農業州だったわけですね。あんまり開発が進んでない、都市化も進んでないとこなんですけど、まあ、政治的にはやっぱり田舎なので共和党支持がもともと多いエリアだったんですが、1970年以降、大都市から、人々が移住するようになった。それは生活費が安い、あとは気候がいい。っていうその2つの要因で流れ込んできたんですけど、彼ら大都市なんで民主党支持者が多いということで、共和党地盤のところに民主党の方がたくさん流れ込むことによって、両者の勢力が拮抗しているという状況になっているということです。でフロリダ、ジョージア、ネバダ、アリゾナ、ノースカロライナ、この辺サンベルト5州っていうんですけど、フロリダを筆頭に、人口がものすごく増えているということですね。はい。で、このサンベルト州、特に激戦州ですね。もう最近はテキサスでさえ、もともと共和党がすごい強かったんですけど、今激戦州化しているって言われるところですけど、基本的にアメリカの選挙っていうのは選挙人の、数で、その州ごとに何人選挙人割り振られるかっていう、はい、ところが非常に大きな影響するんですけれども、選挙人の数自体は国勢調査で10年ごとに改定されるんですね。でその結果フロリダとかテキサスとかは人口増えまくっているので、選挙人の数も29名から31名と増えて、はい、ますますアメリカ政治の中における重要度が高まっているというのが今の状況なんですね。はい、ということで、そういう状況がある中で、サンベルト激戦州にあるフロリダ、はい、今マーケットどんな状況かというとですね、だいたい戸建てを買うと30万ドルから40万ドル台が多い、場所にもよりますけれども、だいたいそのぐらいの価格帯が多い、3000万円から4000万円ぐらいですね。それを賃貸に出すと2000ドル前後の家賃が取れることが多いですと、はい、それなりに、インカムゲイン、利回り、キャップレート 5%、6% 台が今も出る状況、もともと 7% とか出てたんですけど、値上がって今 5、6% っていう状況ですけど、ただ大都市部だと 3%、2% とかなので、まだまだ、伸びしろはありますよというところですね。はい、でそれ以前にやっぱり現時点でリアルに値上がっている、市況なのでですね、はい、こういう場所での、不動産投資は、まあ、基本的に利回りも取れて、かつ、値上がり益も取っていけるという状況があります。で、まあ、
最後になりますけど、私のおすすめ投資判断法、激戦州ですね。都市の選定なんですけど、一般論として言うとですね、都市圏人口100万人を超える大都市圏になると、その管理会社の選択肢も複数、たくさんありますしですね、基本的に管理会社、いい管理会社も見つけやすいっていうところ、大都市の、都市基盤が揃っていると、やっぱり人の増加も起こりやすいということで、まあ、その辺が優先はするんですけど、ただまあ、人口50万人から100万人ぐらいで、条件の良い、例えばケープコーラルみたいなですね、はい、いろんな条件が揃っている中堅都市っていうのがありますので、その辺も視野に入ってくるかと思います。で、投資指標なんですけど、大体、まあ、グロス利回り7%、ネット利回り4、5%ぐらいあって、で、かつ、アベレージ・デイズ・オブ・マーケットっていう、そのマーケットに出てから売れるまで、オファーが出て、何て言うんでしょうかね、買い付けが入って、マーケットから下げられるまでの日数っていうのが45日以下であれば、まあ、将来売りたくなっても結構すぐ売れるという、まあ、そういう流動性があるという、指標としてこれは伝えると思います。あとですね、マイアミみたいな大都市であるならば、やっぱり都市の環状線、車社会なので、大抵どの大都市でも、リングロードって言って、その環状線みたいになってることが多いんですけど、もしそういうものがあるならば、その内側の立地の方が賃貸需要が安定しやすいっていうところですね。そういう形で選んでいければいいかなと思います。で、今回の、紹介物件も基本的に私の目から見て、おすすめできるなって思う、ものを、紹介していきますということで、私のお話を終わらせていただきますと。OK。はい、ありがとうございます。はい。So, はい、おはようございます。おはようござ OK。いま私はリンハホイ。OK。そうす。変身後期。I just learned how to pronounce my name in Japanese. Yep. Nice to meet you all, and I'm glad I'm here, to share some information about South Florida real estate market. OK. So, there are about 30 slides in this presentation, and there's a lot of information. Okay, but what I'd like you guys to do is to focus on what I tell you in this meeting. I already sent this copy of presentation to Tsuchiki-san already. So if you have any questions, you can ask him and then he will forward the questions to me. Okay, so. OK。じゃあ、今からセミナーの方を始めていきますと。まあ、1ページ、英語で喋るごとに私が、日本語で簡単な解説をつけていくという形で、進めさせていただきます。だいたい30ページぐらいありますので、お楽しみください。OK。It's yours. Okay, now. Okay, the first slide is the agenda for today, and these are the items what we're going to go over for the presentation. And I'm going to introduce myself, just I know Tsuchiki-san introduced me already. I'm just go a little bit in depth and then go over the talk about the South Florida geographic area and why you guys can consider investing in South Florida. And also give you guys the latest updates on the South Florida real estate market, and also share with you the trends on the South Florida real estate market. And we're going to predict until early 2022, okay? And then we can, conclude the meeting. Thank you very much. はい。これからセミナー始めますけど、基本的にはエリアはフロリダ州南部ですね。この南部のところでどんな不動産マーケットなのか、最近何が起こっているのか、これから何が起こるのかっていうところのお話を中心にさせていただきますというところですね。OK。Yep。Okay, yes. Hi, okay, so this is some little biography about me. And I have been living in South Florida for about 11 years, and since OK, OK. 2009, 2010. And so one year I moved to South Florida and I got my real estate license and I, oops. Okay. Yeah, all right. And Sorry. okay. And I joined a big company called Marcus & Millichap, and it's a commercial real estate brokerage. And after the internship, and I just stopped practicing, and but I practiced residential, and in the last couple of years, I've been practicing both residential and commercial.
ショーン・ラムさんはですね、まあ、香港から、まあ、アメリカに移住して、まあ、教育もアメリカで受けてきました。で、私と似てるんですけど、もともと IT、まあ、ハイテク企業の、ことをやっていましたけれども、不動産に入って、からはもともとは商業不動産の、仲介をしていましたと。で、最近は、居住用の不動産ですね。はい、そちらの方に、進んできたという形になりますと。Yeah. OK, okay.The next one, right? Yep. Next one. Yeah. Okay. Go ahead. Yes. Okay. So what is sell for it? So I believe some of you already have experience on the buying properties on the other side of Florida, like in Lee County, like Fort Myers or Cape Coral area. South Florida is typically consists of three counties, Palm Beach County, Broward County, and Miami-Dade County, the areas circle in within the red brackets. So,And on the right, you can see the whole map of Florida. So South Florida is this little area on the eastern tip of the peninsula, what I call it, of the states. So, yeah. Go ahead. Okay, thank you.、Mm-hmm. はい。これ今地図で、まあ、フロリダ州南部ですね。地図で表示しておりますが、まあ、一般的にそのフロリダ南部、サウスフロリダと言われている部分は、この赤で囲まれたところです。マイアミ都市圏っていうところですね。まあ、弊社の方でですね、この南西部のリーカウンティ、ケープコーラルあたりのセミナーも、かつてやってきたことがありますけど、今回は、マイアミ、フォートローダーデル、この中心に、まあ、この、赤で囲われたエリアを中心にご紹介をしていきます。都市圏人口もですね、こう600万人超えていてですね、まあ、一般的に大都市圏といえば、この赤で囲われた部分に、なって、まあ、不動産投資のチャンスも大きいエリアになります。Okay, yep. The next one. Next one, yes. Okay. So, okay. Why invest in South Florida? First of all,most people come to in Florida in general because there is no personal state income tax.And there's a big incentive. And the second is that the prices here are so affordable. And according to the census 2020, the population has been growing and we have a population increase over about 10%, give and take. And also the job has been growing tremendously as well. And the last one is the demographics. Demographics, I'm going to go a little bit in details later. Okay, go ahead.フロリダ州、なぜ、投資する意味があるのかっていうところなんですけど、まあ、いくつかありますけれども、まあ、基本的にですね、アメリカって連邦税と州税っていうのがありますけれども、フロリダ州の場合、この州税がないっていうところで、まあ、いろいろメリットが大きいです。で、まあ、不動産価格も大都市部に比べてまだ安いですし、人口は増えてます。で、人口増加に伴って雇用も増えてますっていうところが、まあ、大きなポイントになるかと思います。OK。Okay. Yep. Mm-hmm. Okay. This slide, you can see the comparison of the state income tax. Okay, Florida is zero, no income tax compared to California, New York, and New Jersey. And since the pandemic, we have witnessed a huge migration from New York and New Jersey. You can tell their state income tax is New York is almost 9%. That's the highest, and New Jersey is around 11%.So that's the reason people are coming to Florida because right now a lot of people have been working at home. So since they don't have to commute to work, people migrate to Florida, to avoid paying the state income tax. So can save, approximately about 9-10% state income tax.OK。ですね、基本的にアメリカ、州ごとに州税が違ってきます。要するに州の所得税ですけど、フロリダは 0% です。で、今、ニューヨークとかニュージャージーあたりからの、移住が、フロリダへの移住が、もともと多かったんですけど、コロナになってさらに拍車がかかっていますけど、まあ、主に言うと、ニューヨークとかニュージャージー、基本的に生活費も高いっていうところがあります。税金も含めてですね。そういう中で、フロリダにとにかく移って、もう本当に大都市の渋滞とかもない、州税もないっていう環境で暮らしたいという方がどんどん増えているということです。OK、next one. OK、next one. OK、now.Now, this is a good example. You can see, in the middle is a brand new 2021 built townhouse. There's a townhouse in the area called Hialeah, which is also in Greater Miami.
So that's the price is 450,000. It's also the biggest one, you know, close to 2,000 square feet or 195 square meters. On the left is the house in San Francisco. It's under contract for a little bit over $1 million. It's built in 1938. It's about 130 square meters. On the right is new, it's in Brooklyn. It's almost $900,000. It's 140 square meters and it's built in 1930. People don't want to live in these houses, you know, it's, even though it's a great location, but they're old, they have problems. And now they find out, you know what, prices are so affordable. So for a brand new house, you know, even half, less than half a million. So that's the reason we see a lot of people coming to Florida. Mm-hmm.今のこれ写真を見てですね、まあ、アメリカの大都市部と、まあ、そのフロリダ州との、その、不動産価格の違いが一目で、分かると思います。サンフランシスコで買うと本当にもう築70年、80年ぐらい経っているものがですね、1.1 ミリオンですから、やっぱ約1億2000万円ぐらい、してしまいます。あのニューヨークでも、まあ、ブルックリンなんですけど、これ一戸建て、ちっちゃい一戸建てで、まあ、もう80年、90年経っている、物件も90万ドル、約1億円してしまうと。それがマイアミになれば、より広いお家でも、本当に建てたばっかり新築で、45万ドルなんで、5000万円ぐらいでですね、買えてしまうということで、非常に、この辺が魅力的に映っているということです。Okay.Yep. Okay, yep, next. Okay. Yeah, I think this slide is from Suzuki-san. Okay, you can tell, you know, population growth in general in the three counties in South Florida. And she gives about 10, over 10% growth and according to the census 2020. Okay, yeah. Mm-hmm.こちらがですね、あの、アメリカって5年ごとにセンサス、国勢調査やってるんですが、その人口、まあ、規模と、あと増加率の表になりますけど、全国8位の、都市圏になっているのが、このマイアミ、フォートローダーデル、ウェストパームビーチ、こうですね、10年前556万人いたのが、今613万人いて、増加率も 10% を超えているということです。あと、まあ、私が家買っている、まあ、ケープコーラルっていうところは中堅都市ですけど、10年間の増加率 20% 超えている。あの 20% 超えているところがフロリダ州多いっていうところもかなり驚異的です。ところです。Yes!Yes, okay. Okay. Okay, this is the breakdown of the population growth of each South Florida county, Miami-Dade, Broward, and Palm Beach. And so you can tell the biggest growth is in Palm Beach County. Okay, but today we're going to focus on the Miami-Dade and Broward because of the time limit. So, and Miami-Dade, as you can see, and they experience about a 9% growth according to the census.And Broward is about close to 12% growth. Okay, down here, the last two rows, you can tell the difference in populations and between 2010 and 2020.はい、ですね、こちらがですね、さっき あの赤で囲ったこのフロリダ南東部の各、カウンティーですね、郡っていうんですけれども、それごとの、まあここ9年間の、まあ、人口増加ですけど、まあ、基本的に今回主に扱うのはマイアミデイドカウンティとブロワードカウンティの2つになりますけれども、9年間でだいたい人口増加率 9% から 12% っていうところでですね、まあ、非常に、人口増加が続いている場所になります。Yep. Okay. And this is the latest updates on the job growth in South Florida up to last month in South Floridahas experienced consecutively 18 months of private job sector growth and has added about 44,000 jobs over the month compared, you know, and increased by about 5.7% over the year. And also Florida experienced another 12% growth of, 12 consecutive months growth of labor forces. And that means that more jobs have been added in South Florida and also more people are coming to Florida as well. Yeah.
こちらがですね、直近の、民間企業の雇用数なんですけれども、これ結構驚異的なのはですね、やっぱりこれコロナという状況があってもですね、18ヶ月連続で雇用が、民間企業の雇用が伸び続けている年間の増加率も 5.7% あるというですね、そういう状況があります。基本、大都市で雇用数が下がってるところって結構あるんですね、ニューヨークとかカリフォルニアとかですね。その中でフロリダのこのマイアミあたりは基本的にこういう面でも元気ですよっていうところ、人口も増えてて雇用も増えてますよっていうのは言えます。 OK next one next, next. yeah yep. oh, sorry oh yep. demographics yeah demographics demographics okay I'm gonna not gonna spend a lot of time on this slide and you can see it you know, on the video after the meeting. So just want to highlight about the drop, the population of Miami-Dade County. You can see the county has about 70% of Hispanic, okay? And the reason is Miami-Dade is the hub of South America. And because of the political turmoils over the last few years, a lot of rich Venezuelans, Colombians, in general, South American, Peruvian, they migrated to South Florida and they stay in Miami-Dade County. So that's the reason why there's been, historically, Miami-Dade has a large population of Hispanic, but we have been seeing a lot of South American coming to Miami-Dade over the last few years because of political turmoil. They bring money here, they invest in South Florida, especially real estate. Yeah.こちらがですね、マイアミデイドとか、この辺の各郡のですね、人種別あるいは言語別とですね、人口、構成なんですけど、非常に目立つのがこのマイアミデイドカウンティで、やっぱりそのラテン系の人口、ヒスパニックの人口が非常に多いというところですね。でこれ非常に興味深いのはですね、この地域はアメリカ本国からだけではなく中南米ですね、ベネズエラとかコロンビアみたいな中南米の国からも人間が集まってくる場所です。で、マイアミ実際私も何度か行ってますけど、スペイン語通じるような世界なんですよね。非常にこの中南米の方が、母国が不安定な政治状態、経済状態であるところで、やっぱりアメリカの方が安定している。で、行きやすい場所は、マイアミ、フロリダ州っていうところになるので、そういう方々も引きつけているということがあります。OK。Next one. Okay. Next one is this slide. I want to focus on the second growth in here about home ownership percentage. Okay. So all three counties break down, and according to Miami-Dade, okay, almost half the people, okay, only half of the population that they own their homes. That means that the other half they have to rent. So there's a big market for landlord for real estate investors. Yep.Broward County, about 40% people that they have to rent real estate. Palm Beach County is about 30% people. So, and also if you go down to the monthly medium gross rent here, this I believe is already outdated. It's between 1300 to about 1400, but we've seen a tremendous increase in rent over the last 18 months. So this data is already outdated. I believe right now it's close to $2,000. Okay. Oh. Mm-hmm. Yeah. Okay.ですね、こちらがですね、アメリカと、ごめんなさい、フロリダ州と、あとその各郡の、持ち家比率になるんですね。このオーナーオキュパイズハウスングユニットレイっていうところですけど、非常に際立つのがですね、このマイアミデイドカウンティはですね、持ち家比率 51%、つまり賃借人が 49% いるというところが、非常に大きな特徴になってます。アメリカ全体 の持ち家比率、大体 62-63% ぐらいなんですよ。日本とほぼ同じなんですけど、こういうマイアミに関して言うと、人口のほぼ半分が賃貸しているというところがですね、オーナーにとって非常にですね、賃借人を見つけやすいというところが、ありますと、はい、でここに書いてあるこの賃料とかですね、オーナーに対するそのローンの負担額っていうのも結構ここも、もう毎月のように上がっているという状況が、ありますというところです。
Yes, next one. Yes, okay. Yep. Mm-hmm. Okay, next one is about the medium household income. That's the line item I want to focus on. If you want to be a landlord in South Florida, you want to know how much money your tenants make. Okay, in general, between Miami-Dade County and Palm Beach County is about $50,000 per household to about mid-60,000 per year. So probably in between about 60,000, okay, which is a good income, okay. So, next, yeah. はい、こちらがですね、各郡の、まあ、平均所得とかですね、貧困率とかその辺ですけれども、基本的にフロリダの平均所得というのは、年間、その世帯平均で5万5000ドルぐらいですと。基本的にマイアミデート、ブロワード、まあその辺であればですね、まあ5万ドルから6万ドルぐらいの世帯年収があるエリアということになりますというところです。Okay. まあまあの年収を取っているエリアということです。Okay, next one. Yeah, next one is the latest update on the Miami-Dade housing market. So I want you to focus on the closed sales. Okay, the first one here, even though we see a drop by about 12%, you know, compared to October 2020. However, the prices have gone up also by the same amount, 12%, from 435,000 to about close to $500,000. That's the median sales price. Okay, the reason is if you go down to third from the bottom here, and also the second from the bottom here, you see the inventory drop, okay, if you look at the active listings in October, drop about 26%, and the pending inventory drop about 17%. That's the reason the prices have gone up. Mm-hmm. Okay, thank you. こちらがですね、マイアミデイドカウンティの各、2020年10月と2021年10月時点におけるですね、まあ、不動産の、まあ、取引件数とか、あるいはその中、まあ、売買価格の中央値あたりを示しているんですが、非常に目立つのはですね、基本的に売買件数は下がっている。で、インベントリーというこの在庫ですね。在庫が、1年で 26% も減っているということです。要するに、まあ、コロナっていうこともあるんですけど、売りに出る件数が少なくなります。でも、家を買いたいというニーズは高いので、当然需要と供給の関係からですね、値段は取引価格は上がりますと。で、実態としてこの、1年間でミディアンセールプライスっていうこのあれですね、売買価格の中央値は 12.6% 増になって43万5000ドルから49万ドルまで上がっているということです。要するに物件がない、不動産価格上がるっていう、そういう、トレンドっていうことになります。Yep. Okay, next one. Yeah.Next one, we see a similar pattern here in Broward County as well. And you see the price increase between the medium sales price from 415 to about 490,000. Okay. And also the inventory, the it's been the active listings in October, we've seen a drop of 32% compared to the same period of time between 2020 and 2021. So because, like I mentioned before,people are moving to South Florida, and because you know the job has been growing and the population has been growing, there's not enough houses on the market right now. So that's why you've seen such a drop in inventory and the prices have gone up so much.Okay, thank you. こちらブロワードカウンティですね。さっきのマイアミデードカウンティの北隣ですね。フォートローダーデールとかある、エリアですけれども、こちらもですね、同じ状況なんですけど、このインベントリー、この在庫が激減、32% 激減をした中で、ミディアンセールプライス、つまりまあ中央値の方が、1年間で 17% 上がっています。で基本は、何が起こっているのかというと、やっぱり、アメリカのニューヨークなど北の方から、南フロリダに今、移住してくる方が多い、仕事もあるし家も安いし、まあそれは人が集まるでしょう。でも、彼らが引っ越してきたいんですけれども、家買いたいんですけど、買いたい家が十分ないから不動産価格上がっているという状況が、まあ非常に特徴的ですっていうところです。 Yes, next one. Okay, next one. Okay, now
This one is about the new constructions, and I visit several properties, several new construction sites in three different counties, Palm Beach, Broward, and Miami-Dade, and still able to find homes under 500,000, and though prices, you know, have been going up, you know, every week. And I talked to the salesperson, and they told me that for a townhouse, if you want to buy right now, they're going to finish the construction by about March or April next year. And the characteristics of these properties are they all, what I call it, smart homes. That's why they, what we mean is they are internet ready. Okay. They, you can control the alarm. You can control on your app. Okay. And also they come with impact windows. Okay. That's a tremendous plus in South Florida, because you know South Florida has hurricanes. Okay, if you have impact windows, it's going to save you a lot of money on property insurance. And because the homes are new, and the developers, they give what they call it a 1-10 warranties, which means that the first year they have warranty for all the appliances for 12 months, and then for plumbings and electrical circuits, they give you a 24 months of warranty. For the homes, structural features, they give you a 10-year guarantee, warranty. So, okay. はい。で、今、その非常にまあホットな状態であるこのマイアミ、ブロワード、この辺のエリアでどういう不動産にまあ投資した方がいいのか、何に注目すべきかというところですけど、まず、まあ一つはですね、まあ、ホーム、新築のお家で50万ドル以下のものというのが一つ。で、もうちょっとその値段がお安くなるタイプで、その隣と共有壁で、くっついているタイプの、まあ、タウンハウスというのがあるんですけど、ベッドルーム数3個。バスルーム数2つ以上あれば、まあ、その、ファミリーでちゃんと住めるので、そういうのも、まあ、お勧めしやすいですというところですね。で、まあ、今、来年3月、4月ぐらいに完成するものをですね、集めているんですけれども、今の、時代に非常に合う、まあ、フィーチャーというのが、まあ、スマートフォーム。スマートフォームっていうのは、まあ、要するにその IT とか、アプリとかでいろいろその家の、まあ、インターネットとか、その電気関係とか、アラーム類とか、その辺をアプリで、管理できるようなタイプのやつですね。あと、インパクトウィンドウスというのはですね、台風とかハリケーンが来るこの地域なのでですね、非常にその台風、を防ぐ仕様になっている、そういう窓をですね、もう新築時に最初から設置していくことによって、その、保険、火災保険も安くできる。で、ワランティーっていう、その、まあ、保証ですよね。まあ、新築であれば、家の構造保証が10年間つく。で、その、設備系も2年間の保証がついている。そういうものが、まあ、非常に投資に向いているのではないかと思われます。で、Yep. Yep. Okay.Next, you know, I want to recommend a city in Broward County, which is Weston. It is where I live, which is if you want people invest in South Florida, Weston should be one of the cities that you should consider. Because first of all, I live here. You know, I know about this city. It's a relatively young city, incorporated in 1996. It's the one of the safest and richest cities. Yeah. こちらですね。一応今から、まあ、投資に適したエリアということで、一つウェストンという場所になります。これですね、マイアミから、西海岸のケープコーラル方面に向かう、この、まあ、道沿いにできている、まあ、新興住宅地というかですね、1996年から開発の進んだですね、結構水路が剥ぎ巡らされた、結構、まあ、綺麗な、整った住宅地になりますけれども、まあ、平均所得も高くて、まあ、学区も良くてということでですね、まあ、非常に、まあ、選ばれる住宅地に、なっていると。まあ、プロフェッショナル層がたくさん住んでいる。このエリアは、まあ、非常に安定しています。OK, thank you. OK, so, all right, next. Yep. Yep. OK, this slide, I just want to focus on the median household income of Weston. OK, before I, you know, you can see from the census data that the median household income of between Miami-Dade and Palm Beach is about $50,000 to $60,000. Look at the median household income of Weston, it's over $100,000. That means that a lot of people
executive types, CEOs, or professional white collar professionals, they live in Western. That's why the medium household income here is so high.はい、こちらがですね、このウェストンのエリアの、まあ、地域、まあ、データになりますけど、ここで特筆すべきなのは、このミディアンハウスホールドインカムっていう、この、平均、世帯収入の中央値ですけど、マイアミ近辺はだいたい、世帯収入5、6万ドルぐらいが平均ですけど、このウェストンに関しては10万ドル超えているということで、非常に高所得なエリアに、なっていますと。で、まあ、住宅価格も、まあ、今は41万じゃ買えませんけれども、まあ、他のエリアよりはですね、まあ、資産価値も、高いという、そういう状況に、なっておりますと。はい。OK。Okay. Next one. Yeah. Yep. So, if you guys are, you know, interested in, buying in Western, and this is the example, give you an idea, and the Western return is. So, I think I told, Sujiki-san before, your return rate, if you invest in South Florida, is 5-6%. In Western, it's a little bit higher, okay? So, this house was sold in, June this year, okay, for $360,000.And the owner, renovated the property inside. You can see this is a new kitchen, new floor, new bathroom. Okay. So it's, has about 170 square meters and it's built in 1995 and it's a townhouse. Currently, the rent is $3,000. Okay. Mm-hmm. So if you take away the operating expenses, I even put in a reserve of $100. Okay. You know, and I estimate the property insurance is about $2,200.And property tax is about $7,000. You still have the NOI about $22,000. And if you divide it, the sales price, you have about a little bit over 6%, 6.2% cap rate. Yeah.、Mm-hmm. はい、こちらがですね、ウェストンにある、築26年ですね、1995年築の、タウンハウスになります。タウンハウスというのは、隣と共有壁でくっついている、まあ、集合住宅なんですけど、お庭もあって、ファミリーで住めるというですね、そういうタイプです。当然、分譲も、そのまま売ることもできますというところです。ベッドルーム、3ベッドルームのバスルームが 2.5 あります。要するに、フルバスルームが2つに、あとトイレが1つということです。で、170平米の占有面積がありますというところです。で、ここ非常に、家賃高く取れるエリアで、3000ドル1年間で取れる、相場になっておりますと。で、その中で、リザーブという、まあ、いざという時の、まあ、基金、あと HOA というのは、この、タウンハウスの、まあ、その管理組合に払う、まあ、管理費ですね、その辺が月々255ドル、年間に、インシュアランス、この、保険代とかですね、あとプロパティタックス、固定資産で、その辺を、まあ、全部オーナー負担なんで、その辺を除いても、年間2万2240ドルの、オーナーの手取り収入があって、まあ、ネット利回り、このキャップレートが 6.2% 出るというですね、そういう物件が今36万ドルで、売られておりましてですね、これはまあ投資向きと、言えるかと思います。OK。OK。Next, yeah. Next, this slide, I'm not going to go over every single line. I just want to go down to the bottom and, to show you that, approximately, the rent, it's about twice as much, the square footage. So for every square footage or every square meter, you can charge about, $2, $2 per, square foot. Yeah. So you can tell at the end of the, you know, here. So to give you about the, this data is from, October. So you can tell how much the property can be rented for, you know, anywhere between the two bedrooms and the four bedrooms in Western. Right.こちらがウェストンでおけるですね、まあ、賃貸に出ている物件のまあデータをまあ並べたものですけれども、皆さんが、まあ、ベッドルーム数は2から4で、まとめたんですけれども、まあ、これ、占有面積のスクエアフィートあたり、2ドルぐらい、取れる、マーケットになっておりので、さっき言ったこのウェストンのこの、リビングエリア170スクエア、
平方メートルってのはだいたい1800スクエアフィートなので、それに、対して2ドルぐらい取れるので、まあ、3600ドルぐらいも、目指せるというそういうまあ数字になっております。まあ、基本的にですね、賃料は結構高く取れる上に上がっているというのが今の状況になります。 OK、yep. okay. okay. Next one. OK Next one, I just want to focus to give you a, some real examples what's going on in South Florida or even in the US in general in states like Georgia, North Carolina, Arizona. You can see, you know, quite a few homes, they are sold over the asking price. Okay, for example, the, let's see, the second one here, 4261 Mahoney Ridge, you know, asking price is about $475,000, but it was sold about $491,000. Okay, same for the first one. Okay, it's 3805 Point Apple Drive. You know, it's a little bit under $400,000, but it closed at $403,000. And we've seen this. It was at that this phenomenon. It was highest in the summer. Now it's slowing down a little bit, but we still see homes that are close over the asking price sometimes. Yeah. こちらがですね、実際に売り出し価格と実際に決まった、価格との、まあ、比較なんですけれども、まあ、今の、マーケット状況は、まあ、結構ですね、やっぱり売り手市場になっていて、例えば、まあ、売り出し価格よりも買い上がって高い値段で制約することも珍しくないという今状況になってます。この、最初に挙げた2つ、ポンドアップルとこのマホガニリッチですね。この辺は、それぞれ売り出し価格、リストプライスよりもセールプライスの方が高い。つまり、それ以上の価格で決まっているという、そういう状況があります。で、この状況はですね、まあ、だんだん沈静化はしつつあるんですけど、まあ、大体、まあ、言うと、売り出し価格と同じぐらいで、まあ、制約すると考えていただければいいと思います。なかなかそれ以上に値下げして値切って買うのは難しい市況ということです。OK、next one. OK, yeah, OK. Oh, sorry. Yeah, OK, Hialeah. Yeah. Yeah. Next slide, I want to talk about an area called Hialeah, which is within the greater Miami area. I want to focus on two new developments. And when I say new,they were built over the last 5 years. Okay, it's called Bonterra and Aquabella. Okay, go. So, こちらがですね、ハイアリアという場所は、さっきのウェストンよりはもう少しマイアミの中心地に近いエリア、空港にも近いエリアっていう、まあ、便利なとこですけど、このエリアのボンテーラというのとアクアベラという、この、新しい、まあ、住宅開発があって、そこは投資に向いていますというとこです。Okay, next one. Okay, next one. Yeah.And just to give you an example here. This one is from a community, from a different community, from the Tropical Landings. Okay, so just to give you an idea what the return rate is. This one, the property was sold in August. You can look up the address on the internet. It was sold in August for $265,000. Currently, is being rented for about $23,000-$25,000 a month.And it has a townhome, that's why it has an HOA fee of $154. So it's a three bedroom, two baths, two story, about 133 square meters, built in 2004. And you can see the return rate here. The cap rate is still over six, it's 6.6%. And so, go ahead.こちらがですね、ハイリアにあるこれタウンハウスですね。やっぱりベッドルーム、3ベッドルームのバスルーム2つあるというところですね。占有面積133平米あって、まあ、ファミリーサイズになりますが、これはまあ、HOA というこの管理費も比較的抑えめですね。で、まあ、自築年数も2004年地区で、まあ、新しいので、まあ、あんまり壊れない、まあ、年式かと思いますと。構造は、まあ、フロリダのこの辺は、まあ、大抵コンクリートブロック作りになります。まあ、石造りということ、に日本の法律上はなるかと思いますが、ここは、月間の賃料が2325ドル、結構取れますねっていうところですね。はい。で、それからリザーブ、HOA、ホームインシュランス、この辺の、まあ、必要経費を引いた、オーナー手取りが1万7000ドルぐらいで、まあ、ネット利回りに相当するの、キャップレートも 6.6% と
結構これも、高い数値が出るということです。Yes. Right. Yeah. Okay. Next one. Yeah.Okay, next one. This one is want to talk about the brand new community called Aguabella. It's on the market right now. If you Google the address, you can see the asking price is $450,000. Okay, currently it has a tenant. They're paying $2,700. The lease is going to up in about, I believe, in April. So we can raise the rent to up to $3,000. Okay, and it's almost 200 square meters, and it's brand new. No, 2021. Like I said.And the cap rate of this one is a little bit lower, you know, because of the price. And but I believe we can negotiate with the owner, you know, to bring down the price a little bit. So that way we'll bring the cap rate to definitely over 5%. Yeah.、Mm-hmm. こちらでですね、okay. またハイリアにあるですね、このアクアベラというですね、まあ新興住宅地にある、まあ、物件です。タウンハウスになりますけど、これさっきニューヨークとサンフランシスコと、これ比べたこの比較対象となった、本当に建ったばっかりの新築の、タウンハウスですと。で、今、入居者がついてて月2700ドル払ってるんですけど、3000ドルぐらいが、まあ、相場賃料でそこまで上げることが可能ですと。諸経費控除後のキャップレートはまあ 5% なんですけれども、まあ、これも、家賃値上げしたりですね、売り値を交渉したすることによってもう少し上げていくことが、可能ですね。これ新築なのでもうあと10年ぐらい何の、費用もかからずにですね賃貸経営ができるですね、そういう状況にあると思いますというところですね。Next. はい。Next. Yep. Next. Sorry. Yep. Okay. Yeah. Next. Okay. So this slide I just want to likewise to give you a comparison andHow much rent you can ask for based on a square footage. So here I calculate as, you know, based on the square footage, you can ask about $1.7 per square footage in Hialeah, you know, in Hialeah area. So go ahead.、はいこちらがですね、このハイリアのエリアでですね、それぞれの賃貸物件のお家賃と、あとは、占有面積のスクエアフットの、比較表ですけど、だいたい1スクエアフットあたり 1.7 とか、ドルぐらいの家賃が取れているというところに、なりますと。で、実際にこれ、売り値と出し値よりもですね、高い値段で賃貸決まっていることも少なくないっていうところが特徴的で、非常にまあ、売り手貸し手市場になっているのかなというところが読み取れます。OK。Yep. OK。Next one? Yeah. Next one just gives you the, you know, the sales price.Of the two communities, Bonterra and Aguabella, and you can, the data is from last month. And so none of the houses are close of an asking price, but I've checked the data yesterday, and there are some houses, they are a couple of them, they are close over the asking price already.So we've seen, you know, that the same phenomenon in Hialeah as well. Sometimes homes are sold over the asking price. Yeah.はい、こちらもですね、このハイリアエリアで、実際の、まあ、売りに出た、物件が、いくらで売りに出て、実際いくらで決まったかという、その一覧表になるんですけど、まあ、こちらも、見ての通り、売り値から買い上がって決まるものも少なくないっていうところが、まあ、見て取れるかと思います。Yep.Okay, next. Yeah. Next. Okay, yeah. This just gives you an idea how much rent has gone up. And we go back to the city of Weston example. You can see the history of this property here. Look at that 50 Whitehead Circle. It's a townhouse. Okay. So yep. If you look at the bottom in year 2020 in August, it was rented for $1,650. Okay.After 1 year in October, it's gone up to $2,250. In about 1 year, the rent went up by $600. So it's gone up by 36.3%.基本的にですね、こちらの方がまあその賃貸家賃の履歴なんですけれども、まあ、実際に更新するごとに上がっているということですね。で、まあ、本当に数年間で 36% ぐらい上がっている事例もあるということが、まあ、見て取れるかと思います。OK。OK。Yeah. OK。The next one. Next one, yes.
Next one is the high idea market. And also you can, likewise, you can see this property here at 77, 7070 on Northwest 177th Street. And last year in September, it was rented again, 1650, okay? But this year, just you know, a couple of weeks ago, it was rented for 2100, wow. Okay? Yeah, it's gone up for about, you know, $450. So it's gone up by 27%. And also I want you to pay attention to this column here, DOM, at the last one. Mm. See, it was on the market for 71 days last year, but this year in 4 days, the property was rented. It that shows you how hot the market is. It's good news for landlord. Yeah. こちらがですね、このハイエリアでやっぱりこのお家賃のまあ履歴なんですけども、毎回上がっていることというと、というのとですね、あと最後のこの DOM ってところに注目していただいて、これ Days on Market って言って、マーケットに出してからどんぐらいで制約が決まったかということなんですけど、もう今年に入ってから4日ぐらいで値上げした賃料で決まっているということで、これどれだけ賃貸マーケットがホットかということですね。まあ、大家さんには非常に嬉しい状況が続いているということになるかと思います。Yep, right. Okay. I think it's the last one, right? This one, yeah. This one, yes. This one, yes. Basically, you know, I just want to summarize the, you know, the presentation. Also, the trend on the South Florida market is because of the supply chain issues. There's a shortage in construction materials. That's why the inventory is low, even for new constructions. They don't have materials to finish the houses on time. And the mortgage rate is also low. That's why more people want to buy right now. They are afraid the interest rate is going to go up next year. And also there's one new phenomenon I noticed. I've talked to many people. The property tech, prop tech companies, they are companies like Airbnb, but they don't do vacation rentals. They want to be a landlord, hold their homes for long term. They've been buying homes in Florida and also Sunbelt states. And so that's what they are the competition. And, you know, and the good news is, you know, and for all nationals, it's the easiest time for them to borrow money to buy. So yeah. I've been, you know, getting emails from lots of mortgage, you know, brokers. They're telling me, hey, you know, we have tons of money to lend, you know, even for foreign nationals. Yeah. Okay. That's it. こちらが最後のスライドになりますけど、まあ、これまでのまあまとめになります。このサウスフロリダのマーケットで、まあ、不動産投資がなぜいいのか、今の状況で言うとですね、まあ、マーケットに出てくる物件数は少ないので、需要と供給の関係でも不動産価格も上がる、賃料も上がると。で、さらに今コロナになってですね、他州からの人も、たくさん来ているし、まあ、いろいろなその、Airbnb とかその辺のですね、産業もどんどんフロリダに移転してきていると。賃貸の足元の賃料も上がっていると。で、あとフロリダの特徴としてはですね、昔からこれ海外の方がたくさん不動産買ってた地域なので、融資の方もですね、非常に引きやすいというところがあります。で、融資の、アレンジはまあ私、弊社の方で、やりますので、その辺もぜひご相談いただければと思います。で、最後にちょっと私から一言補足しますと、実際にフロリダとか、その辺で不動産買うときに、実際に買い付けを出すとか、買い付けを出す際に、その、融資承認を取らなくちゃいけないとか、残高証明を取らなくちゃいけないとか、いくつかですね、やっぱりやるべきことがあるので、その辺の手ほどきもですね、弊社の方で責任持ってやりますので、まあ、非常に資産形成するには、非常にいいタイミングでいい場所だと思いますので、その辺、我々の方にぜひご相談いただければと思っております。Okay. Okay. Yes. So conclusion is, you know what? If you want to buy, buy now. Prices will continue to rise. Yeah. Yeah. Okay. That's it. まだまだ不動産価格上がりますので、今買った方が、いいですよというお話になって、今回の、締めさせていただきます。はい、どうもありがとうございます。Okay. 弊社では YouTube チャンネルでの情報発信も行っておりますので、世界各国の不動産情報収集にぜひ合わせてご活用ください。それでは本日はありがとうございました。こちらで終了させていただきます。